近畿勢は後方から上がっていきまして、残りは2周回を切ったところ。ジャンマイ2コーナーカーブ、一旦上がった近畿勢をさらに1番の藤原優斗がジャンマイに切っていきました。9番の竹本はどうでしょうか。今のところは後方7番手。7番手から9番竹本動いていきました。ジャンマイ切った1番の藤原優斗、これをジャンの2センターで叩いて主導権を握りました。9番の竹本大地が先行です。3者を出して1番の藤原優斗は中段の4番手、奥平光を後方7番手、ホームから踏み上げて最終周回1コーナーカーブです。先行策は9番の竹本大志、マーク2番の下田和美に5番の足立秘密、4番手からまくれるかどうか1番の藤原優斗、6番の奥平懸命にまくっていきますが、現在は中段の外目、その4番手内目に1番の藤原優斗、藤原抜け出してくるか。4コーナーでは4番手、4コーナーから直線です。先頭9番の竹本、竹本が先頭、番手2番の下田和美ですが、強い、バカ強い、どれだろ、良かったですね。ラインで決まったし、もう、行くところで行ってたし、はい、先行もしたし、はい、100点満点だと自分では、はい、多分後ろについた選手たちもここで行ってほしいっていうタイミングだったんじゃないですかね。あれはちょっと上りで行っちゃったところあったんで、3コーナーの、はい、もうちょっと前で行くか悩んですけど、ちょっと距離長いなと思って。長かったですね。藤原さんもやっぱ足あるんで、できるだけかまし気味に行くのが作戦だったんで、はい、まあでも結果ワンツースリーなんで、はい、いいと思います。先行してくれると思うんだって。実はそうなんですか。いや、好きだなと思ったんですけど、はい、まあ、昨日の、ね、レースとかを見るとかなり膝一着な、うん、足指はもうかなりありますね。その先行逃げ切りは、はい、初手、前受けからだったんですけど、その辺は作戦通りってことで、まあ、もう風強いんで、はい、前受けから足ためて出すっていう感じだったですね。